こんにちはチベットテレビのテストモですチベットディスウィッグではチベットやダレイラ魔法そして中央チベット政権に関する2週間のニュースをお送りしますそれではまずヘッドラインを見ていきましょうチベット人の環境活動家ガマソン・ルキシーが15年間の服役を終え釈放されましたガマチン主席大臣はカタルーニャ議会の外交委員会で証言しチベットの自由への闘争を強調しました メマツィン首席大臣はパリでの演説でヨーロッパでの公式活動を成功裏に終了しました。議長率いるチベト亡命議会代表団は英国議会を訪問しました。チベト亡命議会代表団はバルト三国でのヨーロッパチベト人権擁護活動を終了しました。チベト亡命議会代表団はグルクセンブルクでヨーロッパチベト人権擁護活動を終了しました。チベト亡命議会代表団は パトナーでのインド中国関係会議でチベットへの支援強化を要請しました。BTAG とセーフチベットオーストリアは幸福の知恵プレミア上映会を開催しました。 シベト人の環境活動家で事前館のガマスン・ルプシーが15年の刑期を終え釈放されましたがすぐさま5年間の政治的権利が剥奪されました報道によるとガマシーは今週月曜日頃に釈放されたとみられていますが現在の所在や健康状態に関する公式な詳細は不明のままですガマスン・ルプシーは2010年1月3日に逮捕され数ヶ月にわたる交留自白の強制拷問などを受けた後 発刊の発掘と文化財の窃盗というでっち上げの罪で起訴され同年6月24日に東トゥキスタンの裁判所で有罪判決を受けましたこの容疑は1998年に一旦棄却されていましたが投獄された兄弟ジン・チン・サン・ルプシーとチミ・ナムゲシーの釈放を求める活動に対する報復として復活させられたと見られています。 釜市の兄弟たちは地元当局による違法な野生生物の密漁を暴露したことで2009年に逮捕されました。隣人氏は教育5年の刑を言い渡され2014年に釈放されました。千明氏は労働キャンプで約1年半服役しました。 裁判の際、ーは供述を強要するために激しい暴行、睡眠剥奪、薬物の強制投与などの拷問を受けたという衝撃的な証言を明らかにし、中国の司法制度に対する深刻な懸念を引き起こしました。現在56歳のガマさんルプーは、チベットの根性圏孫馬村の出身です。ーとその兄弟たちは、アジュン宣言ンナムギャル、 自主環境保護協会を設立し、その環境保護活動で広く知られるようになりました。 11月15日、中央チベット政権のペンバスニ出席大臣はフランセスク・デダルマセス議員が委員長を務めるカタルニア議会外交委員会で証言しました。出席大臣は中国の圧政に抗議して157人が昇進により命を落とすなど、チベットの悲惨な状況を詳しく述べ、平和的解決策として中道政策を提唱しました。 また、チベット中国紛争解決促進法に沿って、ダライラマ法の生まれ変わりに関する決議案の採択を促しました。これに先立ち、首席大臣はジョセプ・ブルール国会議長らと会談し、チベットの非暴力自由運動について話し合いました。また、ブランケルナ大学を訪れ、チベットの人権状況について講演したほか、カサデル・チベット・バルセロナの30周年記念式典で講演しました。 今回の訪問は首席大臣のバルセロナへの2回目の公式訪問となり、チベトの自由と人権を擁護する取り組みをさらに前進させました。11月15日、首席大臣はバルセロナのチベト人コミュニティで演説し、国際社会にチベトの政治状況を伝える重要性を強調しました。また、チベト問題への世界的な関心を持続させているダレイダマ法の貢献に感謝し、チベト人に対して法の展望に対して、 忠実であるる続けるよう促しましまた首席大臣は第16期内閣の取り組みを強調し亡命コミュニティに影響を及ぼしている住宅問題への対策や最低重プロジェクトの実施について議論しましたまたアメリカによるチベット・中国紛争解決促進法の採択したことなど国際的な人権擁護活動の成功を称賛する一方継続的な共同動力の必要性を強調しました。 中国との対話に関しては不確実性が伴うことを認めつつも、中央チベト政権が中道アプローチに取り組み続ける姿勢を改めて確認しました。最後にチベトの自由闘争に対する国際的な支援の継続が必要であることを強調しました。11月16日、ペンバシン首席大臣はパリに到着し、チベト人指導者や地元代表の温かい歓迎を受けました。翌日には、 フランスのジャクリーン・ユスターシュ・ブリーニオ上院議員及びジュリアン・バシャール・パリ市長と面会し、チベットの現状について話し合いました。その後、パリのチベット人コミュニティに向けて演説を行い、チベットの自由闘争におけるダレイラマ法の重要な役割を強調するとともに、法の展望を支持し続けることの必要性を訴えました。 首席大臣は中チベット政権が中道アプローチを通じて中国チベット間の紛争解決に取り組む姿勢を繰り返しチベットが歴史的に独立国であったという立場を強調することで中国との対話を促しました。またチベット語学校の強制閉鎖や宗教的実践への干渉などチベットの文化、言語、宗教を標的にした中国の同化政策を批判しました。 ヨーロッパでの公務を終えた後、首席大臣はチベト人に対し、アイデンティティを守るために引き続き警戒するよう呼びかけ、11月17日にインドに向けて出発しました。今週月曜日、ケンポス・ノンテンベル議長率いるチベト亡命議会代表団は、イギリス議会を訪れ、公式な活動を開始しました。代表団は、公共会計委員会の委員長であるジェフリー・クリプトン・ブラウン氏と面会し、制度的構造について、 意見交換を行ったほか公共会計委員会の会合を見学し実務に触れました代表団はまた上院の役割を理解しイギリスとチベト亡命議会間の立法実務について探るための要人らと協議を行いました代表団は中国による戦略下でのチベトの人権侵害を取り上げ国際的な注目と支援の必要性を強調しましたアメリカ国際開発庁の支援のもと 全米民主国際研究所及びチベト事務局のスタッフが参加したこの訪問は、チベト政策研究所の制度的能力を強化し、チベトに対する国際的な人権擁護活動を推進することを目的としていました。チベト亡命議会のチベト人権擁護活動の一環として、議員のゲシラ・ランパー・ゴール・ロサンペンデシーとワンディド・ジ氏シーは11月14日にエストニアで 最終活動をもってバルト三国での活動を終了しました。リオシーはジュカレライド議員主催のエストニア議会でヘン・パロアス議員、カレーラ・ネット議員、ジュリア・ジャンソン議員、トニース・ルカス議員、タルム・タム議員に対してチベットの深刻な状況について説明し、チベット問題への支持を集めました。また、タリナ・レアルクールの高校生たちに向けてチベットの従業について、詳細なプレゼンテーションと質疑応答を行いました。 その日はアルディ・ヒルプス外交官との会議やエストニア議員及びチベット支援グループの議長との夕食で締めくくられました。チベット事務所イギリスのクンガ事務局長とチベット支援グループのロイス・ストライダー議長の支援を受けて代表団はリトニア、ラトビア、エストニアでの人権擁護活動を成功率に終了しました。ケシム・ラム・タチン議員、クンガ・スントブ議員、チョラ・ギャスト議員からなるチベト亡命議会代表団は 11月17日から20日まで、ルクセンブルクでヨーロッパにおけるチベット人権擁護活動を開始しました。代表団は人権官代表、天人分宗 EU 人権担当官、そして地元のチベット人コミュニティから歓迎を受けました。代表団は議員であるベテンブル市長であるローランゼメッシーと面会し、チベットの民主主義とチベットにおける深刻な人権状況について話し合いました。代表団は ルクセンブルクと EU に対しチベットを支持し宗教弾圧や環境破壊などの問題に取り組むよう求める請願書を提出しましたさらに代表団はグリーントンのサム・タンソン議員とも交流しリチュ川のダム計画などのチベットの環境問題や国際的な人権擁護活動の戦略についても話し合いましたまたチベットの独立した歴史を強調するために 歴史的な文書などの象徴的な贈り物を贈呈しました。代表団にはチベト事務所の職員や地元の支援者が同行しました。テンバヤンベル議員とロペントゥティンギャツェ議員からなるチベト亡命議会代表団は、チベトムクティ・サダナ・アウルガル・バラット・チャイナ・サンバットと題された会議に出席しました。このイベントは、インド・チベト友好協会とパートナーのジャギワ・ラム議会研究所が主催し、 11月16日から17日にかけて開催されました。ロブントゥテンギャツの議員は演説でチベットを支援するために、インド政府及び国民ができるいくつかの重要なポイントを強調し、またチベットとインドの文化的・精神的なつながりについても触れました。会議の開会式には、サンジェパスワン元連邦大臣、インド・チベット友好協会の講演者であるアナンド・クマル巨樹、RJD の 元党首兼教育大臣であるラムチャンドラ・パルビー氏、ビハルの ITFS 会長のハレンドラ・クマ氏、そして地域調整者のペマ・カンド・ブティア氏ら、著名な来賓が出席しました。イベントでは、インド各州からのチベット支持者らは、中国・チベット紛争の解決と、インドの国家安全保障との積極的な関係を強調しました。 特に中国とチベットの共有文化を保存する上でのチベットの自由の重要性を強く示しました。11月12日、BTAG ・オーストリアはセーフ・チベット・オーストリアと共同でフリップ・デラケシとバーバラ・ミイラシーが監督を務めリチャッド・ゲアシーがプロデュースした新しいドキュメンタリー映画「幸福の知恵」のプレミア上映をオーストリア・ウィーンの有名なボティフ機能で開催しました。 共同監督のフィリップ・デラケス氏は、オーストリア仏教連盟のゲルハード会長、政治家で、セーフチベット・オーストリアのメディリン・ペトウィック会長とともに、この映画に関するパネルディスカッションに参加しました。イベントは大成功を収め、プレミア上映の映画館は満席となり、ビータグ・オーストリアがオーストリア国民に初めて紹介されました。映画上映後、パネルディスカッションが開かれ、 暴力と戦争が蔓延する世界におけるダレイラマ法のメッセージの意義というテーマが重要な議題となりました。パネリストたちは宗教的、政治的、創造的な様々な背景から洞察に満ちた意見を述べ、法のメッセージが現在と未来にどのように影響を与えるかについて意見を交わし、特に今日の世界における平和の重要性を再確認しました。これで今週のニュースは以上です。 チベトテレビをご覧いただき、ありがとうございます。